ポス、日進月報、塩田正弘です。合気道では、情報を使ったりするんですけども、養心館ではあまり情報は使わないんですよね。でも、上柴先生も、この情で、相手に力を伝える、やり方であったり、情を持って、三人、片手で何人かを吹っ飛ばしたっていう、伝説もありますので、で、今日は、アウン会の阿久沢先生が、情を使って、内道を使って、相手を、吹っ飛ばせるということなので、それを紹介していただきたいと思っております。姿勢の伝達っていう意味で、まず足腰の強い姿勢をとって、相手に、何かを影響を与えるということで、とりあえず私なりに筋肉を使って押してますよね。ちょっともう姿勢を、体重をかけたって、やっぱり、押田さんの方が体幹が強いんで、で、これを、ゆっくり普通に生活をするかごとく歩きますね。で、行って、こんなもんですね。触ってるのは、こんなもんです。皮膚を触れる程度です。皮膚を触れる程度です。こんなもんで、こんなもんで、こんなもんですね。へこみましたよ。大丈夫。で、今はただこうやって、ここをポンとこうやっただけですね。で、ちょっといいですか、これでもう一回やるって。飛ばさないです。私、せーのでいきますから、だから頑張ってください。じゃあ、ここでダブルで、頑張ってください。100キロ以上でいきますよ。ミシミシいってますよね。で、これを、さっき言ったようにターンターンターン、こんな感じですよね。どうですかね。と思うよね。こんなの何をやって持ってる感じた方がよろしいと思いますよ。こんな感じですね。その時に例えばほんのちょっとここを持つというより、私からすると先ほど言ったようにこんな感じですね。優しくなぜてあげる。もう触れてる程度。触れてる。ね、この感じですね、この感じですね。この感じですね。だから、発動っていうのはこういうことですね。今、持ちましたよ、もちろん。持たないと、これだけだと、引っかかりがないんで滑るけど、持ったけど、なんで最初は、あんだけ力を入れてても、自分たちで入ってくる力として認識できるから、2人で押してんだから無理でしょって思うんですよ。無理だしょみたいな。無理でしょって思ってました。だけど、私が歩いてて、ふっとこうちょっとやった時には、要はその短いスパンで力が凝縮されるんで、起こりうる軌道から波が入ってくるのにもう間に合わないです。抵抗する時間はないですね。だから起こりがないというか、だからやっぱりそういう状態をやっぱり作ってあげることが、その内向内動物、内動って言ってるのは、私は内動で内の動くって書くわけですから、結局外が動く歩く、外が動く走る、外が動く縄跳びをする。誰だって外が動くよね。だけど、内臓って普段は内臓でご飯食べれば動いてるわけですよ。内臓はね、胃が働いてるから、腸が働く。で、それと同じような作用で、動かしてる時にはもう常に内臓が潤滑してる状態を作ってあげるわけですね。で、それがさっき言ったように、何事もなかったところから、一からブワッって出る、要は放水されるような状態を作ってあげる。ね、これが、内臓武術の私が考えた、ある程度の年齢を超えることですよね。筋肉で今まで頑張ってウエイトとかいろいろやってみたり、持ち上げてみたり、一応若い頃は30代初頭はやってみましたけど、結局こういう、もう元からの体格を持ってる連中には全然かなわないんで、触ってる接点から何も感じなくて、相手からすると、だから何っていう状態は本当にわかんないんですからね、さっき言ったように。これだって、飛ばさないです。これだってこうするのと、こうするのと、こうするの、みんな違いますよね。だからそれと同じように、私からすると、本当はこのぐらいがいいんですよ。強く。そう、笑っちゃうぐらいがいいんですよね。これを、さあ、行こうかっていうところも、もう必然的に力が入る。もうこの時点で、ちょっとグンってやってください。私の方が押されるんですよね。結合しちゃうから。筋肉と筋肉が結合し合ってるわけ。だけど、塩田さん、どんなにこっちが弾き飛ばそうと思っても、これって結合してないんですよね。そっち側に。もっと言うと、これも結合してないんですよ。だからそういう、本当触ってるか触らないかぐらいで、もうこの時点で、
ほら、もうこの時点で少しね、はい、まあ、なんつうんだろう、ヤスリで、なんつうんだろう、こう、ヤスリでこうやってるように見えるんですね。はい、もうこの時点でちょっと、はい、来てるんじゃないですかね。はい。ね、この時点で。ああ、ほらほらほら。ね、はい。浮きましたね、今。こういうふうにやるんじゃなくて、崩すってことで指一本かかれば、今度は体でやってるんで、この時点でもうこう、崩れてるんですよねっていう。うん、あ、これでいいんじゃないですか。あ、うん、今ほんのちょっと崩れてますよね。崩れてます、はい、で、その波っていうか、そのこう、この姿勢が強い姿勢だからやってるんじゃ効かないです。だから私は強い姿勢をとっていません。だけど手をピタッて触れてる状態でちゃんと体を復元して、それで、前回その合気上げ合気下げの時に説明したように、体を私がそういう姿勢を取ることによってそっち側にこう作用してるっていう、うん、こういう作用を持ってってるね、うんうん、でこれをだんだんちょっとゆっくりすればこういうふうになる。これは指一本でもこうなってるって、はい、ね、でその状態をゆっくりさらにうなじを引っ張って股関節を緩めます。そうするとさらにね、うん、まあこういうような状態ですね。こういう、あ、こうではない、体幹で押す、強い姿勢で押す、はい、じゃなくて触れるか触れないかの、今2本でやりましたね。触れるか触れないかでクッと自分の姿勢の作用をそちら側に伝えるっていう意味ですよね。うん、だからこれはもう普段こう座って上げ手を持たれた姿勢が復元して、あ、さっき塩田さんが言って意図がない、だけどすんなり上がった。で今度それを立った状態で上げて、で今度は下げてって言って、で今度強いものがかかった時に、さあ行くぞ行くぞじゃなくて行くぞって言っちゃって、かわいく行くぞなんて言っちゃって行くぞじゃなくて、はい、何事もなかったように触れてるぐらい、うん、何事もなかったですね。ちょっと、あ、一人で、はい、逆に何事もなかったから動かされちゃった感じ、うん、こう来て、あ、こっちかいかも、行くぞじゃ分かりますね、うん、はい、行くぞって言ったら体の中が行って、それでゆっくりちょっとこう、うん、行くぞって言ってからスーッと行く、ね、これだけでも動くじゃないですか、うん、でそれをナチュラルに普通にふーっと来ていって、ふーっと来ていって、うわっこれすごいな、すごいな、まあこんな感じですね。それが内臓が、はい、作用としてここに使ってるっていうことなんで、はい、まあ合気上げも合気下げもそういった姿勢をやっていけば、皆さんもそういうような、はい、あの体の伝達に変わっていくっていう、これがアムカリやってる内臓武術ですから、晩年の塩田五蔵先生なんか見てると小さくなるわけですから、動きが本当に傍から見ると小さくなる、はい、っていうのは私もどん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 若い時は大きく大きくうわーんってこう使ってたのをだんだん小さく、もうほとんど動いてるか動いてないかぐらいにしてるっていう、やっぱこれは内臓武術だと思いますんでね。重心がだからこうなってたら後ろの足で止めれるはずなんですけども、止めれない位置に持っていかれてこう吹っ飛ばされたので、 そうですね、まあ、その前の最後っていうのが、でも先生の本当に指のこう動きでこう持っていかれたんですよね。だから押してるわけじゃないですよ、これ言っちゃっていいんですか。じゃあどうぞどうぞ、あの、こう押すっていうことはそんだけの質量がかかるから、あのその塩田さん側もじわじわかかってくる質量を後ろ足で頑張ったりとか耐えるっていう脳がすぐ切り替えますよね、うん、なんだとそうだけど重たいバーベルを持った時にはもうここにスイッチ入ってクッと持ち上げるわけですよ。でもその耐えるっていう状態がこの状態ではまだ何もないわけですからね、うん、この状態ともう行くぞって言うんじゃ、もう全然明らかに脳にかかってくるその準備反応、うん、だから最終的には私は武術は全て脳だんですね、うん、で脳を鍛えるためには普段からあのそういったこう姿勢で自然の中でそういう、相手とのキャッチして相手を受け取る飲み込むっていうその相手とのやり取りですね。合気道だって受けと取りがあるように、その相手のやり取りの時に相手をどれだけ感知できるか、そこが一番練習のコアなところです。相手は技をかけて、ね、こう小手返しで飛ばすとかこうやって制御させるとかそういうだけじゃなくて、相手を何か知らないけど話してみると意のままにコントロールされちゃうんだよね。それは意識も取られてるから、そこにやっぱり持っていきたいですよね。だからその相手の多分
すごく高い人っていうのは多分そうだと思うんですよね。ぶつかってなんかこうねじったりやったり打ったりするんじゃなくて、さすっとこうなんか手当てっていうか手を当てるだけで相手にこう、ああ、なんともできない、うんうん、そのサンプルで私がさっき言ったぶつかるのと押したりする出力の出し方と触れてからそっち側に伝達するもの、内向武術、内動武術っていうのは触れてからそっち側に伝達するものなんで、うん、あの前回のそのね、一番最初出させていただいた時も言ったように、やっぱりそのモーションっていうのはものすごく凝縮されてるんで、だから受けた方はさっき塩田さんが言ったように何か知らないけどその吹っ飛ばされる、うん、だからそういう状態をね作ってあげると今のこういう練習もかなり本当に面白くなると思うんですよね。体を変える練習としてね、皆さんそれをぜひ参考にしてみてください。